やっぱり目的はやっぱりその地域の活性化ですよね。で、また清瀬っていうのは結構農業がまだ盛んな町なので、ミツバチの放火活動ってこう花を飛び回る活動っていうのは関わりが深いものなのでいいのかなと。清瀬の市役所のそばに果実園、梨とかを作ってる果実農家があるんですけど、その方が言ったのは、ミツバチを買いに行くようになったからうちの梨とか豊作になるようになったんだよっていうような、やっぱり受粉がすごくて花もすごく咲かずし実をすごくつけるようになった。苦労話はやはりこの夏の暑さっていうのが一番苦労ということで、あとは秋口のそのスズメバチの毎朝戦ってますから、朝もう6時半ぐらいに来て、もう大体朝と夕方が盛りなんですね、スズメバチ。それこそ初めて2年目の時にうち13箱ぐらいあったんですけど、その秋口にオオスズメバチに襲撃にあって7箱全滅、朝6時半ぐらいに来てみたら、なんか地面が真っ黒なんですよ、なんだと思ったらミツバチがみんな殺されてて、ふっと見たらもうそこの、そうでした、トラップの中に何十匹とか入ってるし、もうスズメバチがもうギャーってなってて、採取量がもうこんな感じになっていて、1年目40キロ、2年目が118キロ、その13箱あった時ですね。ただこの秋に冷えになり、スズメバチにやられ、で翌年が一気に冷え込んで30キロっていう風になってみたい。で、去年はまあおかげさまで103キロっていうところで、で、去年はマドレーヌ と、モイストジェルという保湿剤を京都の事業所が作って販売をしました。で